おっそす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。パッと見簡単そうに見えるでしょう。でもね、めっちゃ難しい。というか、どうやってクリアするのか現状わかってないんだけど、やってみたいと思います。まずは中見てもらった方が早い。このまましゃがんでればクリアってわけにはいかないんですよね。だから、多分ベルトコンベアの一番最後のとこで、ジャンプするんだろうな。多分ね。でも、未だに成功しないんで、数でしょ。これ結構難しそう。スピンとかでも下ジャンとかでもいいんでしょきっと。ふんが。やっぱ下ジャンじゃないとダメだな。オッケー。これさ、一個前にさ、数字1000って出てたじゃん。フラワー取ってる判定あったけど死んだよね先に。そういうパターンもあるんだね。はい、続きましてはこちら。ですね。一応、鬼畜です。距離が長いですが、隠し土管に入ってショートカットできるんですが、できるだけショートカットしやずに頑張ってくださいというふうに書いてあります。6月13日にいただいたコースですね。で、どの土管がショートカットコースかわかんなかったんで、ショートカット土管かわかんなかったんで、中覗いてみたんですけど、どうも、そのショート土管に入んないとクリアできないように見えたんだよね。だから、つまり俺が思ったショート土管は多分正規ルートで、どっかにショート土管があると思うんですよね。だからそれがわかんないです。なんで普通に思った通りに行きます。ショートカットをね、しないよってなった時に、多分ここに下、この下にショートカットの土管があるのよ。で、じゃあ、ショートカットっぽいやつがあったから、これじゃないのかと思って、ここずっと右に行くと、行った先で、土管があるんだよ。あ、これは正規ルートだなって思ったら、それ死亡ルートなんだよ。でもさ、これ明らかにショートカットだと思わん？これ入ったらショートカットだと思うじゃん。で、まあ、実際この先に進むんで、まあ、とりあえず、行ってみましょうよ。絶対死んじゃうんだよっていうところまで。いけるかわかんないんだけど、それを見てもらって、まあ、そしたらみんなも納得してくれると思うから。あ、危ねえ！危ねえ危ねえ。回転が出なかった。多分、あーでも待って、ルート思い出せねえな。あーいいんだ、こっちだったわ。よいしょ。ね、これ、ドアがその底のドアに繋がってて、これは死亡ドアですね。で、これ別にいらないんで。で、ここですよ。ここで行き止まりじゃないですか。だからここ下降りていきますよ。でっかい状態で来たかったな、ミスってもいいように。あぶれ。死ぬ。で、もうここまで来たから言っちゃうけど、この土管入ったら死亡土管なんですよね。ということはもう逆に SC ルート行かないとダメなんじゃないの、それが正規ルートなんじゃないのってここで突っ込みたいんだけど、これは逆にここに行かせたかったのかな、そういう解釈で合ってる。投稿者さん見てるか。いや、きっともう見てないんだろうけれども、とりあえず尋ねてみた。これが多分ショートカット用のあれだと思うんですけどね、道だと思うんですけどね、多分ここで一気に中間に行くからさ、多分そうだとは思うんだけど、でもこれここに行かないとさ、あれできないんだもん。ゴールできないんだもん。果たしてどれがショートカットだったのか。だってこれはさ、ショートカット土管と思いきや正規ルートなわけで、ここは行かないといけないわけでね。そう考えたら、これがショートカット土管だったのかな。こっち行かなくてもいいんだよね。ああ、じゃあこれがショートカット、このさっきのところ、ああ、でもそれはショートカット土管って言わないもんな。ショートカットルートだからな。あれ？いや、でも。解釈がわかんない。ここはわざわざ来なくていいルートなんですよね。やべえ！
ずっと左下のとこ抜けてくとここに出てくんだよ。でもここ行かなくて別にいいんで、これのことを言いたかったのかな。あの五感を言ってほしいっていうことなのかな。ダメだ、全然わかんねえわ。でもね、ちゃんといけるようにはなってますよね。これ、本当にね、わかんないね、これ。ちなみにこの土管が正解ルートなんで、とりあえずこれでも行ってみますか。あー、なるほど。OK! 出してもらった。OK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 。勝手に組み取らせてもらおう。多分こういうことで合ってると思うんだけどなぁ。こっちに、つまりこの、本来だとショートカットできるこのエリアを、なんもねえのか。なんもねえのか。多分こっちに来て欲しかったでいいのかな。ね、ここに繋がるんですよ。さっき見せたところなんですけど、ここ左行くと元に戻れるんですけど。でもこれさ、ショートカット土管とは言わないじゃん。ただの SC ルートだけど、多分これをやって欲しかったってことなんじゃないのかな。でもさ、ここに行く意味全くないじゃん。そんなに死亡するようなギミックがあるわけでもないしと思って、もう本当にわかんないんですけど。わかんねえなぁ。ごめん。本当に。俺の理解力はもう少しあれば、きっと意図を汲み取ってあげれたと思うんだけど。ちょっとわかんなかった。申し訳ない。とりあえずこれが正解ルートです。これでゴールかな。いいのかな？ごめんね。とりあえずこれで終わらさせてもらいます。もし見てるようだったら、逆に、ショートカットルートとかを消して、もう一回クリアしてもらって、いや、むしろ言葉で説明してもらえれば、もう一回やりますんで、もし、見ていたらね、教えていただければなと思います。はい。じゃあこれ行きましょうか。ミラクルマリオ2の5、キラー砲台の洞窟。警部2。入れましたね。横じゃなくていいんだ。これはちょっとショートカット気味になってるのかな。多分左向きのやつ入ってたら、そこの左のやつからだったんだろう。すごいリアルな感じだなぁ。さあ、今度横向き。おわぁ！あ、よかった、出れた。今度はこれに入るんだ。さあ。新たな。こっち行ってみる？あ、入れるんだ。なるほど。でもこれさっきんとこ。ただいま。お帰り。さあ参りましょう。改めまして。あ、なんか上あった。うわー、急に出てきた。そういうゲームだけど。お、中間。あざーす。ファイヤー。倒しちゃった。あ、来てくれた。よいしょ。ファイヤーマリオ。なりました。そこ取られだと思ったら生き延びた。伸びたー。あー、取られたー。だと思ったー。みんなきっと思ってた。よし。普通に面白い。製品版にありそうな感じの。いいコース。よっしゃー。6月の21日にいただいたコースです。鬼畜っていうコースではないんですが、公式を意識して作ったコースだそうです。ありがとうございます。やってみましょう。俺は鬼畜なコースよりこういうコースの方が好きですよ。うん。いや、みんな多分そうだと思うけど。なるほど。確かに公式感。あー、なるほど。4パターンだね。じゃあとりあえず、マントが活躍しそうなところから攻めてみようか。倒す。あー、そっか、こうか。うわ、帰ってきやがった。そんな。じゃあ逆にマントなくなったんで、今度はスピンでいけそうな感じのドッスンエリアへ。そっか、P の効果が、
あったから。食らっちゃった。もう、食らいすぎだろ。逆によ。食らいすぎだよ、お兄さん。これも食らうよね。しょうがない。本当のルートいけなかったな。じゃあ、またスピンが活用できそうな、トゲ。おぉ、うまく乗ったな。羽か。あ、くそ。あ、そっか。ギュイーンっていけるから。あぶね。さだまさし。ずれたー。パパラ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 パ。倒す。オッケー。倒す。あ、戻るのか、そうか。そうですね、戻るんですね。よいしょー。これで4コースクリア。お、中間。あ、待って。そうだよね、返せるんですよね。攻撃は？あ、これ、はめた。はめ技あった。あ、しかもあれできるんだ。ずーっとやってると、動きを止めて、あれすることができるんですね。すぐ、コーラ状態を溶かすことができるんですね。わー、しゃー。あぶね。わー、ありゃー、しゃいー。気持ちいい。ゴールだね。はい、お疲れ。ジュニア倒させて、クッパ倒させて、ゴール。本家な感じですね。公式な感じですね、ほんとね。じゃあ、こちら行ってみましょうか。多分、トゲだよね、スパイキー。注目のコースの上から2番目にたまたまあったやつですね。ケイシー、参りましょう。ミスターケイシー。さあ、ちょっとだけあれした。余裕があると思う。わかりやすい。わかりやすいミスだな、今。素直にここで待とう。倒す。あぶねえ、いい反応。素直にここで待つ。でも一回待たなきゃ。行きましょう。だいぶロスったんじゃない？やらしいな。やらしくねえ、それ。オッケー、耐えた。やらしい作りだな。オッケー。オッケー、伊藤、オッケー、佐藤。さあ、じゃあ、これ参りましょう。俺は、おこだ。怒っちゃった。怒っちゃった。クリア率やたら低かったですね。てか、プレイ者数じゃなくて、7000回も遊ばれてるっていう事実ですよ。これ、ド M 返しになってんだ。これは、チョコリでいいのかな？あ、違う、当たるようになってますね。くるん。オッケー。むずいじゃん。はっ。よいしょ。せいや、オッケー。はい。難しそう。はい。ここがむずいな。オッケー、抜けれた。ここが、今んとこすげえ難しいわ。おや？いや、でもないよな。これ下降りても帰ってこれるか。いや、でもなんか、特に何かあるわけじゃないしな。はっ。とりあえず、ここは来ていいのか。連続ドクロ。連続青ドクロか。あぶね。敵とやつ。やつ、オッケー、やつーボット。うわー、わっか。ね、オッケー、あー、いいんじゃん。むずい。ここめっちゃむずい。よし、来たー。落ち着いて、ジャンプして、来る。よーし。これやって終わりましょうか。なんか、やたらサムネは薄い感じだけど。サムネが薄かろうが、こかろうが
問題は中身だからね。中身が良ければそれで十分楽しめるはずだ。自分の回答に自信が持てない時の必殺技はずだ。さあ土管に入って、これはうわ、耐える、耐えます。しかし時間がない。で思いっきりスピン、ちょっとずれてる。手前すぎた。ね、土管入って、あ、ゴールだ。テクニカルスピラー、これやって終わりましょう。コインのタイミングで投げる。投げる、オッケー。で、持ってく。はいはいはい。投げちった。終わった。はい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 。ドーンといって、2、3ガリア。オッケー、来る。1、2、あー左行っちゃった。下危ねえ。1、2、あー都会さん、ヒー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 、そのまま行って大丈夫、死ぬぞ。投げる投げる、オッケー、危ねえ、ギリギリ。2、3ガリア必殺、音符使うとかっこいいよね。はい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 、オッケー。あ、こわっ、うわ、危ね、音符だ、バネじゃーん。スピン、1、2、3ガリ、ヒーヒーヒー、オッケー。いい反応を見せた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。